ディオニュシオス一世あるいは大ディオニュシオスは現在のイタリア南部シチリア島にあった都市シュラクサ祭を支配したギリシア人の選手。ディオニュシオス一世はシチリア島内やイタリア半島南部の数都市を征服しカルタゴの勢力がシチリア島へ及ぶことに抵抗してシュラクサ祭を古代イギリシアの西方植民都市の中でも最も有力なものに成長させた。古代の人々の間で ディオニュシオス一世は残虐で再疑心が強く執念深い最悪の暴君の一人とみなされていた。ディオニュシオスは最初は役人として働いていた。紀元前409年に始まったカルタゴとの戦争で手柄を立てたことから紀元前406年に軍の最高司令官に選ばれた。翌紀元前405年には全権を掌握し選手となった。 その後、ディオニュシオスは自分の地位を固めるために情け容赦ない仕打ちを重ねた。民主制を取っていたシュラクサ祭に対するディオニュシオスの勝利は彼が暴君としてのディオニュシオスが第一歩を踏み出すのは襲撃を偽装して自分の命が狙われていると見せかけ護衛のために600人の個人的傭兵を持てるようになってからであった。 ディオニュシオスはこの傭兵を千人にまで増員でき、徐々に自分の権力を固めて選手としての地位を確立していった。ディオニュシオスは自分の傭兵をシュラクサイのポリス共同体の隅々にまで配置した。その結果民主制が機能していると思わせるものは全く消し去られてしまった。ディオニュシオスの統治は全く違憲、違法で、 民主政治派の反乱を避けることができないものであった。地元主落祭におけるディオニュシオスの立場は早くも紀元前403年には哲学的立場から選手政治に反対する者たちによって脅かされた。興味深いことにスパルタは過去においてコリントスやアテナイから選手たちを追放してきたにもかかわらずディオニュシオスやその独裁を非難することもなかった。実際、 両者の関係は良好なものであり続けた。ラケダイモン人たちがギリシアの状況を自分たちが望むように落ち着かせたとき、彼らはアリストスというエリ抜きの男を主楽祭に派遣して、表面上は政権から追い出すこともできるのだなどと威嚇しながら、実は選手の権力を拡大させようとした。というのも彼らはディオニュシオスの支配が格好たるものとなることを助けてやれば、 自分たちが提供した行為に応じて、ディオニュシオスの協力をいつでも引き出せるだろう、と期待していたのだ。シケリアのディオドロス14.10にディオニュシオスは、スパルタの支配下にある地域から、傭兵を徴収することも認められていた。古典古代における、優れた民主制ポリスの崩壊と、その後のディオニュシオスの終身政権は、傭兵が広まったことによって、紀元前4世紀に、 各地で繰り返される現象の先駆であった。傭兵と選手は持ちつも多列の関係にあった。例えば、歴史カッポリュビオスは、いかに、暴君の安全は、人へに忠実で強力な傭兵にかかっていたと、記している。アリストテレスは、何らかの、護衛が、絶対的な王権には不可欠だと記し1286ビット28から40。 選挙で選ばれた選手の場合は特定の適正な傭兵の人数があり、それより少数に過ぎると選手の権力が脅かされ、多数に過ぎるとポリス自体が危うくなるとるとした。アリストテレスは観察を踏まえて、シュラクサイの市民たちがディオーニュシオスに多すぎる護衛を雇わせないよう警告されていたことを記している、同書。ディオニュシオス一世は、紀元前397年から、 紀元前392年までカルタゴとのシケリア戦争で勝つことも負けることもあり、カルタゴ勢をシチリア島から完全に一掃しようというディオニュシオスの目論みは達せられず、ディオニュシオスが死去した時点でシチリアの少なくとも3分の1はカルタゴの支配下にあった。ディオニュシオスはレギオンへの遠征を行い、これを支配下に入れ、さらにレギオンと同盟していた大ヘラスの諸都市にも攻撃を、 かけた。ある時には、六里の防衛を図るため、ルカニア勢の火星を得て、トゥリーやクロトンの領域を蹂躙した。アルケタス一世の福井を図った、ディオニュシオス一世の軍事作戦期限前386年に、長い工場戦の末に、レギオンを陥落させた、ディオニュシオス一世は、その住民を奴隷として売り飛ばした。イルリア人と共に、デルポイの神殿の略奪を企て、また、 エトルリアの沿岸部に位置し、当時共和制ローマと同盟を結んでいたカエルの神殿を略奪した。一方、アドリア海沿岸では貿易の拠点としてアンコーナ、アドリア、イッサを建設した。ディオヌシオス一世の進出によってアドリア海は主サイの海となった。ペロポネソス戦争ではスパルタ側について参戦し、傭兵を派兵した。 紀元前385年、エピロスを歩けたスイス星が国を追われ、ディオニュシオス一星のもとに逃れてきていた。エピロスに友好的な君主国があることを望んだディオニュシオスは、エピロスのも、ロシア人を攻撃していたバルデュリス率いるイリュリア人たちのもとに、2000人のギリシア人、重装不評を派遣し、500揃いのギリシア式甲中を送った。彼らはこの地を蹂躙し、 一万五千人のも、ロシア人を殺し、アルケタス一世は王座に帰り咲いた。この事態に、アゲシラオス二世が自ら出馬して、スパルタが介入し、テッサリア、マケドニア王国からの支援、またも、ロシア人自身の働きもあり、イルュリア勢は排除された。多数説では、ディオニュシオス一世は、その後に、ディオニュシオス二世として、シュラクサ祭の戦士を継いだ息子の差し金で、 ジーに毒を盛られて死んだという。ディオニュシオス一世の伝記は、ピリストスがまとめたとされるが、現存していない。別の説では、アテナイで行われた、レナイア祭りで、自作の悲劇、ヘクトールの身の白金が競技に勝ったと知らされて狂気し、死に至るまで深酒をしたとも言う。また別の説では、紀元前367年に自作劇の勝利を知った後、自然死したとも言う。 さらに、第三の説として、カルタごとの戦費を調達するため、かつての仲間に対して排除や課税を行ったことから、報復されたという見解もある。アテナイの選手であったペーシストラトスと同じように、ディオニュシオスは、教養ある人々を身の回りに置き、その中には、歴史家ピリストスや詩人ピロクセノス、哲学者プラトンらがいたが、ディオニュシオスは彼らを気まぐれに扱った。ある時、 ディオニュシオスは、ピロクセノスを捕らえて、石切り場へを組んだ上で、その施策を散々にこきお下ろした。その数日後、ディオニュシオスは、友人の求めに応じて、ピロクセノスを解放し、自分の前に、ピロクセノスを召し出して、死の朗読をさせた。ディオニュシオスも、自作の死を朗読し、聴衆は拍手した。ディオニュシオスは、ピロクセノスに、自分の死を気に入ったかと尋ねたが、 詩人は、石切り場に戻してくださいとだけ答えたという。ディオニュシオスは、文学作品の作者、内しは講演者としての姿勢も示した。彼の詞作は、ピロクセノスに厳しく批判され、古代オリンピックの詩の競技では、不評を浴びた。悲劇、ヘクトールの身の白金は、アテナイのレナヤ祭りで賞を取り、狂気のあまり死に至るほどの深酒をした。 ディオニュシオスの名はダモントピュティアスの伝説にも登場しダモクレスの剣の伝説にも間接的に取り上げられている。ディオニュシオスの耳はシラクサにある人工的に挙げられた石灰岩の洞窟である。紀元前402年ディオニュシオス一世はシュラクサイの周囲を囲む城壁を建設し始めた。紀元前397年に完成したこの壁は 以下のような特徴を持っている。この巨大な状態を築くためには、毎日300トンの石材を積んだとしても5年の歳月が必要だったはずであるディオニュシオス一世は、ダンテの新曲、地獄編において、現世で流血と略奪にふけり、地獄で煮えたぎる、地の川で苦しむ選手として言及されている。メアリルノーの歴史小説、ザマスク・オブ・アポロには、架空の人物像で、 ディオニュシオスが描かれる。エルスプレーグ・ディキャンプの歴史小説、ザ・アローズ・オブ・ヘラクレスでは、シラクサに近いオルトゥギア等の発明家のパトロンとして大きく扱われている。また、バレリオ・マッシモ・マンフレディの小説、タイラントでは主人公になっている。1962年の米イイ合作映画、デーモンピシアスもディオニュシオス一世を取り上げている。日本では、 フリードリヒ・ホンシラーの調子、人質で、暴君ディオニスス王として語られる逸話を、ダザイ・オサムが小説化した、ハシレ・メロスの暴君、ディオニスのモデルとして知られる。ありがとうございます。